写真拡大 DeNA2 から4巨人10日横浜スタジアム。巨人が逆転勝ちで DeNA3 連戦の初戦を制し、優勝マジック9が再点灯した。原辰徳監督はマジック再点灯について、悪いニュースではありませんが、まだまだ9ということなので、あまり意識せずに明日のゲームもフラットな状態からスタートして、なんとかこちらのペースで戦えるようにしたいと冷静に話した。8回には坂本勇に送りバントをさせて追加点を奪いに行くなど隙は見せなかった。4番岡本が2打席連続本塁打を放つなど躍動。 DeNA とのゲーム差を5差に広げ、5年ぶりのリーグ優勝へ大きく前進した。